SOU ハプニング大賞。第7位はマーベル映画を語ろうという企画でのハプニングでした。はい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 。うん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 。あの事件ね。あれは話してる時やったっけな。ああ、なんだったっけな。スパイダーマンでしょ。スパイダーマンの話。スパイダーマンの話してる時。スパイダーマンか。はいはい。スパイダーマンのモノマネしてる時に怒ってんな。飛び上がったんだよな。飛び上がった。誰かが飛び上がった時に起きたハプニングか。うん、起きた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 。なんかでも。そのスパイダーマンのそのハプニングが起きるまでに徐々に片鱗は見えてたよな。あ、いきなり、うん、そうね、なんかおかしな感じがあった、まあ、ずっと、うん、まあちょっと危なっかしかったな、危なっかしかった、うん、じゃあルーレット回そうか。すげろ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 、うわ、しもやかとの、しもやかとの、しもやかとの、あれはおかしい。第7位のハプニングは、こちらです。マーベル映画を語ろう。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。いやー、ということで、ついに来ました。はいはい。マーベル映画を語り合おうということでね。今回はやっとですか。はい、いつもと違ったような企画をやってみようということで、うんうん、今回ね、お二人マーベル好きじゃないですか。そうですね、僕と杉原さんが好きで、うん、はい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 、なので語ろうということで、はいはい、語りますか。うんうん、僕らもまあ別に見たことないわけじゃないんでね、うんうんうん、ああそうなん、まず一番好きなんだに、みんな。僕はやっぱりスパイダーマンかな。ああ、どれ？やっぱりホームカミングが一番好きかもしれん。ああはいはいはい、あー、姉ちゃん、ね、ごめん、うん、ごめんな、うんうん、あー大丈夫大丈夫、なんか喉の調子おかしいんだな。あーごめん、大丈夫かな。ごめんごめんごめん、続けて続けて、ごめん、邪魔した邪魔した、ちょっと乾燥してんのかもしれん。はい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 、ソイさんとか何が好きなの。僕はやっぱりエンドゲームが、あー一番良かったかなって。はいはいはい、なるほどなるほど、うん、でもね、俺もね、スパイダーマン好きだけど、うん、でもそんなにシリーズ見てない。多分俺1と2ぐらいしか見てないと思う。最初のやつや。あ、そう、そうそう、最初の最初の本当に。でも俺も岩切君と同じかも。スパイダーマンは1と2でね、なんか1と2が流行ったんだよね、あの時ね。はい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 、はい、大ヒットだもん。大ヒットしたの、俺らちょうど世代で。へえ、1と2ってでもあれやんな、最初スパイダーマンって。ごめんごめん、いいよいいよいいよ、話したい。ちゅうめ、なんか、あ、全然今日朝からおかしいね、なんか。大丈夫か。結構大丈夫、続けて。大丈夫大丈夫。あ、大丈夫。そう、ごめん、この部分、それ、あの、うまいことやっといて。ごめんごめん。あ、そうか、言われんでもやるけど。邪魔しちゃってるから。言われんでもやるけど。最初のスパイダーマンってなんかね、ほんま原作とかと違って、体から糸出んねん。そう、普通のスパイダーマンって機械があんねんけど、ああ、なんか取り付ける機械から出る、ね、そう、ウェブスキューだね。こうやってな、シュッシュッってな、あー、あ、うん、うん、これイメージだけどさ、あ、生身から出すと機械から出すと違うんだ。そうやね、そうやね、最初の映画はもう生身からピシピシピシって、機械になるんだ、後から。うん、生身の方のイメージが強かったね。だからどういうところが好き？結構漠然としてるけど、スパイダーマンでもやっぱり身軽な系とか結構好きで、アクション、そう、だからこうバッていろいろバッてこうバーンって飛んだりして、うん、でピシッピシッってやるとことか、うん、身軽だもんね、うん、どんな感じどんな感じ、でこうやって探しで、うん、ダッて、うん、ピシッってやってこう相手を捕まえたりとか、うん、はい、関ヶ原のモノマネもちょっと面白すぎる。お前飲み物口に含んでる瞬間にお前そんなことさ、あんまでもなかったやん、ちょっと笑って、飲み物今ちょうど口組んだ瞬間あんな面白くもらわれちゃう、これタイミング良すぎるわ、さすがに笑うわということで第7位でした。はい、ありましたね、それ、あんな、それは、すなんであんな笑ったのな。うわー、面白かったんだよ、ラーランが関ヶ原のその飛び上がるモノマネが、ほんまに、なんかね、しばやかが急に毒斬りを吹く、吹き出してね、ついね、ハプニングや、ハプニングやな、これ。ということで、続いて第6位の
ハプニングは縛り絵しりとりの企画中に起きたハプニングでございます。はいはいはい、なんか縛りプレイの絵しりとりってあるやん、流行りの、うんうんうん、あれをなんか縛ってやるっていう企画の時に、あれか、はい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 、起きたやつですね。始まった瞬間だったよね、企画がもう。あ、タイトルコールしてな。そう、タイトルコールして、タイトルコールの瞬間でな、うん、確かにもう始まってだったね。本体が始まってないんだもん、タイトルコール。じゃあルーレット回そうか。下履いてないと思う。大丈夫、それ、それ、下履いてないの？ちょっと、あれ、出たんじゃん。あれ、大丈夫？脱いでた、今。そんなことあるの？わわわ、大丈夫。真っ黒のやつが、パッてなったよ。でも、見えてな、見えてた？わからへん。いや、ブツ。ちょっと低かった。ちょっと低かったよね。低かった。縛り、絵しりとりあれ入ってない、入ってない、声聞こえないです、声聞こえない、声聞こえない、あれ音入ってない、タイトルコールが聞こえたのにな、あれ、うん、何も聞こえへん、聞こえない、先生、音声入ってるぞ。今聞こえてるわ。先生、あれハニーハニーオッケー、ハニー言ってる。ハニーって呼んでるな。ハニーって呼んでるんや。奥さんのことハニーって言ってるんや。マイク知らんハニー、マイク知らんって。声入っちゃってる、先生。録音に入っちゃってる。聞こえてるよ。聞こえてるぞ。いやあれあ、聞こえてる、聞こえてるね、ずっと聞こえてるね、さっき。あ、聞こえた。いつだって聞こえてた。壊れてて。ハニーって奥さんのことハニーって呼んでる。ハニーって呼んでんの？呼んでないよ。いや、でもハニーって呼んでたね、呼んでないよ。バッチリ聞こえてたよ。呼んでない。いや、呼んでたって。これやっちまったな。これやっちゃったな。いやー、そうあったね。ありましたね。ハニーって呼んでんのが。あ、まさかの。バレてましたね。まさかね。あの時ちょうど呼んでてな。そう。続いて第5位のハプニングは、最近お疲れの岩切をいたわろうの会で起きたハプニングです。あった、結構最近だったな。そうだね、最近だね。疲れててね。そうね、岩切仕事が忙しいから。そうなんだよね、俺がね、ありがとうって言った時に怒ったんだよ。そうだな、ありがとうって言ってた、ありがとうって言った時に怒っちゃって、だからその岩切くんがありがとうって言った瞬間に電気がパッて暗くなって、でついたのよ、また、うん、一瞬暗くなって、そのパッてまたついて、で、だったよな、あのタイミングで、ルーレット回しますか。はい、じゃあ岩切くん頼む、もう行ってくれ、岩切くん頼む、もうほんまに行くよ。やった。俺か。それでは第5位のハプニングはこちらです。最近お疲れの岩切をいたわろうの会。あ、どうもどうも。どうしても岩切くんが元気ないっていうのがちょっと薄々感じていた。そうですか。そうね、お仕事もお忙しいでしょうし、はい、岩切くんもほぼ全動画に出てくれてますし、うん、はい、感謝の手紙を書いてきたから、いいね、読もうかなって、うん、うん、はい、ブズリーフに書いてるいつもお疲れ様です。岩切さんのその笑った顔や破天荒な行い、誰にも考えようなアイディアや体の張り方、本当にいつも尊敬しています。これからも体に気をつけて
SO 活動およびお仕事も頑張ってください。はい、関ヶ原の戦いより。あ、いや本当に、あ、なんか初めて手紙書いてもらった。これ嬉しいよね。すいません、ありがとう。いやいやいや、僕も本当に、うん、ありがとう。いやいや、もうあれ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 、停電か、停電か、大丈夫、焼けるか。いやでもパソコンはついてるわ、ちょっと待って。はい、どうした。ちょっと一回電気様子見るわ。あー、なんか急にね、電気入れたからね、うん、よいしょ、よいしょ。大丈夫よ、キリ君。大丈夫よ、キリ君。大丈夫だよ、キリ君。大丈夫だよ、キリ君。さん、あれ、あれ、あれ、さん。ヤキリ君。ヤキリ君、大丈夫よ、キリ君。すごい落としたよ。やばい。第5位でした。だから、あれ、結局何だったの、あれ、停電じゃないでしょ。わからん。怖っ。新経験上かな。蛍光灯が切れてんじゃん。あ、蛍光灯が切れたのか。あ、え、あれ、ズボンはずれたわ。なんでなったの。あ、ベルトしなかったからと思う。あ、で、それで、だった瞬間にこう、ずれて、ずれちゃったのか。そう。で、あ、慌てちゃって、そのまま。転んで。そんと落ちちゃった。なるほど。いや、ありましたね。あった。これは印象に残ってるわ。5位だ。続いて、第4位でございます。第4位は、テレパシーで会話しようという企画の中で起きたハプニングです。あとちょっとできそうなところだったんだけどな。できてたよな。できてたっけ。できてたな。できてた。あれはできてた。疲れてたんやろうな。だからあんな、ね、多分だからあんな感じになったのか。まあ、相当弱かったもんな。夜中やったな。夜中で、うん、真夜中だったね。ルーレット回すか。さあ、じゃあお願いします。締めか。やめてくれ。ないうおかしい。おかしい、マジで。ということで、第4位はこちらです。テレパシーで会話しよう。俺行こうか。じゃあちょっと送信側やってみるから、受信できたら返信して、はいはい、はい。え、もう俺たち全員に送るの、誰かとかじゃなくて。まあちょっといろいろやってみるわ。全員に送ってみるわ、一回、うん、まあじゃあアンテナ広げるわ今から。あ、その手で行くの、このタイプで行くの。シャーマンみたいな。ああ、はい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 。シャーマンってこんな感じなんや。古畑任三郎っぽくもあるな。なんかお証拠してるやん、お証拠やん。テレパシーで行こう。いった。いや、わからんな。何も怖いな。ちょっと惜しい気がする、でも。送ってみようか。うん。全員送るよ。うん、はい。いきます。送りました。ある単語送った。ロシアやろ。顔ぶりじゃない。違う。俺ロシアって来たけどな、完全に。うん。1000円。全然違うやん。微塵もかすってないじゃん。あれ？え？しもやかさっきからずっとなんかだんまりやけど、何にもピンとこへん。なんかあんま届かないんだけど、ちょっとやけで俺に送ってきてもらえる？じゃあ送ろうか。ちょっとさっきの違うの送るよ。うん。強めに送るよ。あれ？え？あれ、どっか、あれ？え？あれ、どっか行った。
伝わったのかな、なんか。あー、じゃあ、どういう状況これ。あれ、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 あれ。変な伝わり方しちゃったかな。なんて怒ったの？お茶のイメージ送った。でもどっか行っちゃったよ。そんなになんかおかしなことは送ってないぞ。一回受信してみたら、岩切くん。しばらくなんか来てるかもしれん。受信します。はーい。あ、来た！なんて来た？この、弾ける感じが来た。弾ける感じ？何？つまり。爆発や。爆発が返ってきた。爆発が送られてきたってこと？会話できたってことじゃん、それ。成功よ。送って、受信できたから。すげえ。やっぱ人類の一歩先行ったやん。やっぱ距離も近いから。あ、関東圏内だから、もちろん。ああ、送り合いやすかったんかもしれんな。びっくりした、あの、テレパシーじゃなくて、これ、テレポーテーションだ、これ、どこ、ここ。ここ、どこ、岩切くん。びっくりした。なんかさ、うわ、浮いてるなって感覚あるなと思って、パッて気づいた。もしこれ、どこだそこ。ロシアじゃないかな、音の感じ。そんなところ、いやいや、ロシアね。後ろの鏡、後ろの鏡見てみ。日本や。今ロシアは極寒やって、もうパーカーじゃ無理。いや、もうなんか多分そうだと思う。何がそう思わせんの、ピロシキでも売ってんのか。雰囲気はでも完全に。じゃあ、まあ、なんとか帰ってきて。うん。どうにかし帰ってこないと。帰れるかな、これ。大変なことになったな。うわぁ、ま。すいません、ここロシアですよね。ま、ここロシアですか？日本語通じるかよ。日本みたい。日本そうや。知ってる。あ、日本なんや。帰るわ。戻ってみるわ。頑張って。いや、もう。ということで、こちら第4位でございました。なんていう、無遊病が発生するっていうのかな。あれ、テレポーテーションじゃない、岩切君のテレポーテーションでワープさせられると思ってたんやけど。がっつりお前が立って歩くのは俺ら見てたから。目つぶって、立ち上がって歩いていってたから。多分無遊病の一種やと思う。うん。疲れてたのかもしれないな、もしかしたら。第3位は、関ヶ原の大食いチャレンジの企画内でのハプニングです。はい、覚えてるこの企画。名企画。きつかったやつ。うん。関ヶ原の持ち込み企画の。